おかえりなさい。わあ、材料いっぱいだね。はい、すごくいい採取地見つけたんです。冒険のついでだったのに、ついついたくさん拾っちゃって。わかるわかる、その気持ち。でも、そっか、今のトトリちゃんには錬金術の方がついでなんだよね。違うんです、そういう意味で言ったわけじゃ。決して。ああ、ごめん、嫌な言い方しちゃったね。別に冒険者なのが悪いとかじゃなくて、そのちょっとだけ寂しいなーとか思っちゃって。寂しいですか？うん、私一応錬金術の先生だし、冒険者のことはあんまり手伝ってあげられないから。そんなことないですよ。私が冒険者になれたのは錬金術のおかげだし、それに手伝いだってたくさんしてもらって。でも今日私お留守番だったし。ああ、それはいろいろ都合というか戦力的な問題というか。って、やだ、私子供みたいなこと言ってるね。ごめん、気にしなくていいからね。ひょっとして拗ねてたのかな。まさかね、先生大人だし拗ねたりなんて。